はい、どうも皆さんこんばんは、そらです。本日はですね、タックルボックスをちょっと今回紹介しようか。なんかちょいちょい言われてるんで、タックルボックス紹介してみたいなしてるんで、ちょっと今回ね説明していきましょう。こんな風に車にいつも積んでるんですけど、僕のよっこいせ釣り道具たち、よし、こんな感じかな。はい、こんな感じで、僕は釣り道具持ってますということですね。で基本的にこういう風にバッカンが2つあって、なんだこれ、ホームセンターで買ったなんかようわからん箱あってって感じですね。で、こっちはまず置いといて、まずバッカンの方ですね。まあ、基本、まあ僕バッカンスタイルっていうか、結構これバッカン便利なんで、こっちはねあるから使ってるだけで、こっちもバッカンでもいいっちゃいいんですよね。なんで基本はバッカンスタイルです。でこれバッカンに合わせて、こんな風にバッカンのサイズに合わせたこういうタックルボックスとかをね入れてる感じです。で、あとこっちでっかい方なんですけど、これなんだっけ、これ何も入ってないな何も入ってないんだけど入れなくていいじゃんって話だけど、まあ一応入れときますが、そしてバーサスのなんかよくわからんサイズ、ちょっと字幕とかでつけとくけど、ここに4つタックルボックスが入ってますが、これは何も入ってないっていうね。で、まずこっち書いてますね、クランクベイトバイブみたいな、きったね字で書いてます。基本的にはクランクベイトとバイブレーションが入ってるボックスですね。で中一応見ていきましょう。こんなもんです。はい、基本的にはルアーごとに分けたり、カテゴリーごとに分けたりって感じですね。これちょっと、いっちゃかしてますけど、まあ、こんな風に、上の段は、イヴォークコーナーですね。こういう風にイヴォーク20とか、ね。こういうふうにイヴォーク12とかね入ってますけども、でここにイヴォーク30があって、イヴォーク40があってって感じですね。随分と綺麗なイヴォークたちですね、おっしゃってです。で、あとは、ここがタイニークランクポイントですね。まあ今最近よく使ってるのはこのクロールアップとか、この辺のなんだショットとかね入れてます。グランサーチャーとかも入れてます。入んねえな。グランサーチャーは別のところに入れるかもしれないですね。で、その隣がスモールクランクコーナーですね。まあ、基本はワイルドハンチシリーズとか、まあ、こういったブリッツシリーズとかがここに入ってるっていう感じですね。当然、深度ごと SR とか8フッター、これ8フッターね、とか、まあ、オリジナルとかが入ってるって感じです。で、その隣がレギュラーサイズのクランクウェイトのポイントで、まあ、僕使ってるのはレアリスクランクだね。5A で 8A で 11A ですね。まあ圧倒的に 11A を使いますけどねっていう感じですかね。でその下の段がディープクランクコーナーで、まあカスカベルとか、ファフリシャットね、ファフリシャット、ファットフリーシャットってやつですね、とかが入ってます。だからこいつが、迷い込んでますけど、ショットがまあいいでしょう。で、その下の段がバイブレーションコーナーですね。バイブレーションはまあまあありますよ。なんかでっかいデュオの、バイブレーションとかね。ザリバイブシリーズ、デカザリバイブ、ザリバイブジュニアね。当然サイズごとにありますよ。TN とかね。TN とかありますし、レベルバイブとかありますし、あとはこういうレッドアイシャットとか、スーパースポットとかありますね。この辺ね。これは TN ですね。こんなんがあったりします。で、基本的にバイブレーションはこんな風に前はダブルフックにしてます。はい。その隣がメタルコーナーですね。まあこういう、まあこんな風にレベルバイブブーストとかね。これメタルに入れていいかわかんないけど、まあ、こんなんだったりとか、まあ、ザリバイブ拾ったやつとか、お気に入り、フラッシュユニオンのフルメタルソニックとかね。そういったメタル系のものがこういったとこに入ってますと。いう感じかな。これがクランクベイトボックスですね。続いてこっち、ジャークベイトトップウォーターボックスですね。はい、こんな感じです。この真ん中の段がラトリンログ ARB ばっかARB ばっかでめっちゃある。で、あとは同じサイズ感のミノー系を入れてます。例えばこういうアシュラとかデイズビドーとかね、これがバルナーとかね。で、あとは同じサイズ感なんだけど、ちょっと入んないところにこっちにいろいろ
入れてますが、例えばこのコットンコードルのレッドフィンだっけ、レッドフィンとか、レッドフィンはもうちょっとでかいのもあるんだよな、こういうやつ、もっとでかいレッドフィンとかを入れたりとか、こういう風にボーマーのロングエーですねを入れたりとか、これなんだっけ、レーベルのなんかなんとかミノレーベルミノーかなんかレーベルミノーってやつだわ、はい、入れたり、あとなぜかレベルミノーが入ってますと上の段がね、こっちがこれね、確かね ARB1200 って AB1200 とかやつ、ノンラトルタイプのやつだながあったり、 ARA ちっちゃいラトリンログがあったりする。でこっち右はラトリンログの残骸どもです、なんかリップ折れたりとかしてるやつこんなのリップが純正じゃないとかね、なんか残骸ですわ、墓場ですね、ジャックベイトのをこんなとこに入れてたりします。でここにちょっと深く潜るやつを入れたりするのかな、これなんだっけ、ラトリンロゴのなんかロングビルのやつと、これがサスペンドログかな、違うな、あの ARBD だっけ、あのディープダイブモデルのログだ。でこれがなんだっけ、パーフェクトテラログかとかね、あともうちょっとね、あの深く潜るディープログあのやつでなんかあったんだけど、どっか行ったな、サスペンドタイプはどこやったっけ、これか、違うな、行方不明ですね、まあいいや。で下がトップウォーター、トップウォーターはちょっと絞ってますね、はい、ザラ、ポップアール、ポップアール、ポップアールとかね、バズジェットのジュニアが入ってたりとか、レベルかなんかのボーイハウディレベルやったっけコーデルやったっけ、忘れたとか、これチャギンです、あ、なんだっけこれ、ラッキーサーティーンか、ラッキーサーティーン全然使ってねえなラッキーサーティーンとか、あとこれね、ペンスルポッパーね、ペンスルポッパーミコさんカラーです、レッドヘッドじゃないよ、レッドヘッドだけどミコさんカラーだから、まあもうちょっとトップウォーター増やしていいけど、トップウォーター嫌いなんであんまり入れてないって感じです。はい、以上、続いてハードベイトその他ボックス、これあんまり充実してないです正直、ワイヤーウェイトがこんな風に入ってます、こういう風にビーカスばっかバズは、これがあれだな、ゲイリーバズとかマスターブラスターが入ってますね。であとチャターもこんな風に入ってます、AKチャターですね、最高のチャターだと思ってるやつとか、あともう一個クルコマが入ってるんだけど、今日クルコマがちょっと竿に結んでっからここにはないとかね、ここにフロックが入ってる、一匹だけバスタークちゃんが入ってます、もっとフロックを充実させてもいいかなって感じで、これちっちゃいルアー用、ちっちゃいルアー用ちょっと出しますね、スピンベイトとか、まあ、スピンベイトも深さ別にあるよね、こういう風にやったり、こういうダンクハイカットね、ダンクハイカットアイウェーバーとかが入ってます、まあ、ちっちゃいルアー用のコーナーですねここは、はいはい、逆にでっかいルアー用のコーナー、はい、ガン垂れるちっちゃいやつもう買わないです、なくしたら終わりですとか、ジョイクロが入ってますね、でジョイクロの尻尾がここに入ってます、まあ、こんな感じかな、ここはスカスカですね正直、はい、スピナーベイトはもっと別のところに入れたいんだけど今はこんな感じ、はい、これがデカハードルアー用のボックスです。でこっちが、まあ、いろんな小物用のボックスなんだけど、この辺のやつね、この辺の、いやこれマルチボックスってやつだから、この何、敷居がないタイプのボックスなんですが、これはなんかこういう風に、あ、これザリバイも入ってますけど、なんかね、おかっぱりとかでこういうところにジャーってルアー全部入れて持ち運ぶって感じ用のボックスが2つ、ちっちゃい用、大きい用ね、
やっぱりこう敷居がない方がもういっぱいもう間違いなく入るんで、もうとにかく何ていうの、小スペース化したいんならこういったボックスでやるって感じ。こんな風にもうフックとかうっちらかしてるけど、こんな風にねなってますという感じです。でこういうのがボックスとしてあって、はい、他にもいろいろボックスがありますね。